はい、こんばんは、ヤムリョウと申します。ほんま季節調査シリーズ2024。今回はちょっと全国チェーンのスコアになりましたけど、回転寿司の、チェーンをいろいろと見ていこうと思います。それぞれ1店舗ずつ言い出したらいいところではあるんですけど、いかんせん、もう2月3日が迫っております。回転寿司のでちょっと全部一緒に一回一回やろうと思うと、もう2月3日超えてきてしまいますんで、ちょっとそのあたりとかもね、踏まえて、見ていこうと思います。ですよね、大手4社さん、スシロー、はま寿司、かっぱ寿司、くら寿司さんねと、一気に見ていこうと思います。でね、去年のデータから見ていきましょうかね。今回も早速行ってみましょう。よっしょ。はい。という形で、こんな感じでした。で、まとめているのはもう一つ理由があります。そんなにアイテム数が少な、多くないっていうところですね。スシローは前回3品目、特上、海鮮上腹そば、金上腹そば、金、金馬ですね。で、ハマ寿司はもう1点オンリー、特上海鮮、エホ巻きの1点でいくよ。で、カッパ寿司は3品目、エホ巻き、エホ巻き、エホ巻き、という形で。出してきて。で、価格帯もそんなに高くないのが特徴でしたね。比較的手に入りやすい400円とかそのあたりとかの設定で、作ってきている600円とかね、特上って言っても600円ですからね。他のところ特上って出したら3000円とかになってたところで見ると、お安くなってます。で、その中でクラス室にだけ結構、毎回品目結構入れてきて、8品目のアイテムありますよという形でございますね。いろいろ細かいところとかもあって、比較的価格帯のサイズであれですね、豪華ってなってるのも380円ですからね。あちなみに前回、スパーファミリーの絵本巻きがコラボで入っておったのが、ヒアなんで、これが一番高かったというところはしますよ。ただ、その中で行くと、本格機構で行ってるのは、実は、かっぱ寿司だったり、158系のネットとかを置いたりしますんで、というところが、これが今年のおつだなったら、見ていきましょう。こうなりました。ドン。まず、スシローが、スシローが、ちょっとね、スペースを空けるようになったんで、あれですけど、4品目になりましたね。ちょっとこっそり増えてます。細巻きセットっていうセットができましたね。まだ単品のサンタサンタだったのだけだったのが、この後、海鮮上腹巻きのハーフサイズに、これだけハーフサイズ、あとは19センチ。で、のりの奥さんもこれ、実は19センチが好きです。何このサイズだって思うかもしれませんけど、これね、予想ね。予想っすよ。ね、なんでそもそも寿司って18センチなのっていうところがあると思うんです。これね、何かっていうと、昔の寸尺法のサイズで作ってるんですよ。海苔って。いわゆる畳とかと同じで、昔ながらの日本のサイズに合わせて作ってるんで、もともとその海苔の型枠っていうのが横36で、縦が、180かな。縦180センチ、横36センチぐらい。いや、もっと、36じゃなく4割にするか、1畳って。36のですから、72センチあるから、あ、横72か、72の180だったから、っていう感じの、いや、板のところです。これ、要は4尺とか、そういうことです。尺で測ってるんで、6尺、8尺だったかな、8尺、6尺だったかな、っていうような感じの大きさのところで、作るわけです。それともすいません、今の3尺、6尺とか多分で、ね、違うと思う。8尺、6尺じゃなくて、もっとなんかしっくりくる言葉だった気がする、っていうのがあったりするんですけど、要は、その、中で作る、それを半分に割るんで、要は、9センチ、18センチとかって単位になるのは、それを半分に割るんで、180センチとかのやつから、半分に割ったりするんで、そうするとね、十分の実は18センチになるっていうような形でございます。ということでございますね。なんで18センチ、9、18っていうサイズが多くなるの、それなんですけど、これね、どうも、情報を予想を集めてたんですけど、ちょっとすいません、確かに証拠はないんですけど、じゃあどうして19センチになって海苔が生まれるのかというと、これどうも海外産の海苔だと、別に日本の昔ながらの型枠を使ってるわけじゃないんで、大きさが結構、自由度が広がるみたいなところがあるみたいなんですよ。うん。ですから、もしかしたらこれ海外産、海苔が海外産なのかなーって、最近はね、結構ね、韓国産や中国産の海苔っていうのも増えてるんですよ。うん。日本産の国産のりが値上がりしちゃってますんでね、めちゃめちゃ値上がりしちゃってるんで、その兼ね合いで結構、海外産を入れてるところも多いです。そうすると海外産だと、自分たちのニーズに合わせたより大きなものとか、比較的、日本のその8センチ、9センチ、18センチ。にとらわれない大きさのものが作れるというのがあったりするわけですよ。で、多分そうすると大体センチ単位で作ると考えたときに20センチ作って両端、
5ミリずつぐらいを、最大するような形で綺麗に形を整えるというのは工場管理とかだとできるんで、こういうふうにしてるわけだ。ちなみにそれと同じ理論が、コンビニのノリなんかでも言えるのかなっていうところですね。どうもそっちなんじゃないかなという、予想ですね。うん。もしかしたらもう国産のりでも、できてるのかもしれませんけどね。なんならこれからは国産のりしようっていうのが一つ、ブランドを売り込みするときに必要になってくるの時代になるのかもしれませんね。っていうような感じがあったりします。一応見とこうか。ちょっと待っててくださいね。一応調べますわ。スチロの、原材料。原産地の一覧っていうのが公開されてるでしょ。あるわ、原産地情報一覧。で、全般のところで行くと、なるほど。やはり一応、スシローさんの情報開示のところで、原産地の情報開示のページがあるんですけど、まあ、ね、当然、うちはこういう原料使ってますっていうのを出してるんですけど、やはり農地のところは日本、中国、その他というふうな形になってるんで、国産以外の海苔も使ってますよっていうのはやっぱ明記がありますね。きっと、その可能性がありますね。20センチになるっていうのはそういったところの可能性はあるぞということでございますね。ただ、今回の海苔が絶対に中国産だよという明言は避けておきます。一応でも、原料のところで中国産の使用もありますというふうには書いてあるので、まあその可能性が、あるんじゃないかなっていうところが。ありますね、というところでございますね。うん。というような感じでした。で、水上さんこんな感じで、金パニ今日、これ去年出たな。で、節分も染まってやつが入りましたね。ネギバブルエピューリとか、ザコンの算数で、今やってるのが入ってます。で、はま寿司は前回と一緒ですね。10円ずつ値上がりしてますけど、特上海鮮ほまきが入りました。ちなみに、新木の記載はなかったら、ちょっと何が入ってるのか、今回わかりません。去年まではあったんで、ほぼ一緒ですね。今、どうも一緒っぽいんですけど、ちょっと今回一応、記載がなかったので、ちょっとわかりされました。また詳細わかり次第で追って連絡を。あと、レビュー編みたいなところに入れようと思います。うん。多分、プレビュー編では、ちょっと、一気にまとめに出すと、他のもっと新しい情報を、ね、どんどん出していかないといけませんのでね。で、かっぱ寿司なんですけど、かっぱ寿司が実は今回ちょっと大きくありません。前回は3品目でチョロッと書いてあるだけだったのが、なんと今回、8アイテムも用意してきました。で、さらに、書かない書くためも、今回も、同じく、豪華なやつも入れてますけど、11時から17時に、品目絞りましたね。何が入ってるのかな、マグロに。サーモン、エビ。いや、サーモンあるけど、エビがなくなった。いや、エビあるの。なんだ、うなぎだ。あ、うなぎと大葉がなくなってんだ。で、アナゴが入ってるって形ですね。なるほど。うん。いう感じですね。はい。で、直接してますよと。で、本マグロを取ると、いくらの恵方巻きとか、出し巻き卵の、ガンと別行恵方巻きとかね。これの2人とかうまいなかったよね。いう感じですね。で、特製恵方巻きと恵方巻き、細巻きセットなんていうセットもあったりだとか、いうような感じで、うん。作ってきてるのが彼の特徴ですね。で、恵方巻きを一番最初に持ってきてるというのも一つ特徴ですね。価格帯で、ちょっと値段上がってます。42とか46でとかなんですけど、まあ、品目一緒な感じで、それで適正っていうのが特徴かなっていうところがありますね。で、さらに、恵方巻き、細巻きセットなんかのも置いてあります。これ多分、くら寿司のマーケティング見たんじゃねえかなって正直思いますけど、ね、セットでね、見ました。日本セットで、細巻き日本セットとかで言ってました。で、さらに、プレミアムプリンのペアセットがあって、もはやね、かっぱ寿司の生命線ってプリンがないところがあったりしますんで、そんなところでね、プリンのペアのやつも売りっていこうという形がね、かなりいろいろと口が見えるなというところがありますね。だいぶ。これでも、本部のやつを使ったりするのも特徴ですよね。うん。ありますね。で、くら寿司なんです。くら寿司はそんなに変化がないです。逆に言うと、前回と同様、8品目を揃えていて、実は、品目も、豪華海洋太巻き、卵焼きの上に、丸かかぶりの細巻きが3種類、添加されて、ほぼ一緒で、スパイファミリーの、去年コラボしていたのは、ドラゴン巻きって活動しながらって言って、ドラゴンにしましたよ、というようなオリジナル商品の、やつです。
これがかなり価格は収まって680円になったんで、かなり価格帯ギュッとまとまった形になりますね。まあ、もともと115円っていう、細巻き1本の単品が入ってるんでね、かなり、データで見るとかなり安い平均単価になってるところなんで、今回はかなり、多分ここが最安値じゃないか、平均、平均商品単価で言うと、ですね、品目単価は、あれ、あると思います。ちなみに、物としては、うなぎと厚焼き卵、きゅうり、ひだけにってことで、うなぎちょっと韓国とかって言ってるのもどうかなって、前はお肉だったんですね、というところですね。あと、三種巻きは三種だったんだ。昨日は、三種だったの。これは一本で、私ですね、にしてきましたよ。ちなみに、大きさは一応10センチの海苔のところでっていう作みたいなんですけど、さらにプラスという形でございますね。うん。めちゃめちゃはみ出してたんで、写真また見てください。リンク貼っときますのでね。っていう感じになってましたよ。ということで、ね、ちょっとデータで見てみると、こんな感じになりましたよ、ということですね。まあ、価格帯、やっぱり一番高くセムダのさ、カッパ。価格帯、全体的に安く抑えたのは、くら寿司っていうところですね。相手物もある中で。アスマンシャンも 1.1 倍っていう形なんで、これはね、他の、多分スーパーマーケットと比べるとちょっとわかりにくいんで。これは、寿司屋さん系だと、このあたりか。寿司御殿とか、まんじゅうさんとか寿司御殿のね、間に入れると分かりやすいかな。ってことで見てみると、やはり、価格帯が安くしてますよっていうのを売りにしてるっていうのはね、分かりますよね、このあたりとか。圧倒的にね、品目もある程度絞り込みしますし、うん。かなり価格帯は、お安くしてますよっていうことで、普段使いにも使ってくださいねっていうおすすめを、普段使いでもぜひっていうのが、すごく見て取れる、あれになってるかなというところが一つ特徴だったかなと思います。ということでね、まあ、おすすめ屋さんこれくらいでね、まとめて、他のところもね、いろいろと見ていきたいと思いますね。次はどこなのかな？次どこだ？はい、書いてね、ちょっと忘れた。またね、やってみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとはね、もうそろそろね、実は仕様が揃わないところが出てきてますので、そこのところは、発売開始までに、ちょっと推察なんかをね、入れて、できればと思います。チラシがまだできてないところですね。チラシが今回多分作ってないなっていうところもちょっとあったんで、そのあたりとかはちょっと推察を入れてやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。